アドレスの正しい取り方についいてですアドレスの正しい取り方というか標準的なアドレスとしてはなるべく体を直立して静体したような自然体のような状態で自分がリラックスしている状態に近いように構えていただいて打てるとスイングも円滑に打つことができるのではないかと思います。でそこでパターンとしてはだいいた 腰が反りすぎてしまうような。アドレスの人と逆に。膝が曲がりすぎてこう。腰が抜けているようなアドレスのまあ、大体2種類になるのではないかと思います。で、腰が反ってしまうような人はどちらかというと胸を張りすぎてしまう。傾向にありますので、胸を少し楽に猫背気味にするというか。 ちょっと背中を丸めてもらうような形にすると骨盤の向きもこのように反ってたのが背中を丸めると腰の部分もどちらかというと前傾ししていたものが少し下が少下るようなな姿勢になりますで逆に腰がこのように落ちてしまうような人は逆に胸をちょっと張るようにするかこの骨盤を前傾させるかどちらかをやって頂ければ。 少し標準的なまっすぐ立った状態に戻ってくるのではないかと思いますですから逆に胸を張るとまあ、骨盤はこのように前傾しやすくなりますしまあ、猫背にするとこの骨盤は後傾しやすくなりますで逆を言えば骨盤を前傾してあげると胸も少し張ってきて少し張ったような体勢になりますし骨盤の向きを少しこう起こしてあげると体自体もちょっと猫背気味の 体勢になりますのであまりこう背中が反りすぎたりへこみすぎたり肩が猫背すぎたり、まあ、胸が張りすぎてたりっていうのをその骨盤かその上半身どちらかを調整してあげると、えー、体がまっすぐな状態に保てるようになりますのでそこを注意しながらアドレスを気をつけて、えー、構えてみてください。